まあ、久しぶりでもないんですけど、前回の富士のフェスタから2週間くらい空いたのかな、何週間空いて、またあの開幕戦に戻ってきたんですけど、まあ、なんかいつもと違う変則的なスケジュールで、まあ、今日土曜日、大体いつも土曜日予選なんですけど、今回フリー走行っていうことだったんですけど、まあ、ちょっと明日の朝の予選の時になんかこう天候が怪しくてどうたらこうたらっていうのがあるんで、まあ、あの転入走行を最後頑張って当たってアトップだったんで、前回のテストに見せるとき、今日いい流れでできると思うので、いよいよ明日開幕するので、精一杯頑張りたいと思います。